深海の方に来ました。こんにちは、ポリギコです。今日は珍しい深海の方に来ました。まずはブルガリアワインを試飲したんですけれども、いろんな土着品種がある中で、シャルドネという品種がとても美味しくて、あ、ブルガリアってこんなシャルドネ美味しいんだって今感じているところですね。で、次は、新潟県にある岩の原農園なんですけれども、人工的なアイスワインというか、まず日本で初めてワインを品種改良した人のブドウになるんですけど、美味しい、本当珍しい品種がたくさんあって美味しかったですね。で、次にこちらがオレゴンワインの、個人輸入をやっている清水さんという方のところに来たんですけれども、まあ動画ですね、撮れてなかったんですよ。悲しい、清水さん本当にすみませんでした。まさかの動画撮れてない。オレゴンワインとても、品が良くて酸味もあって、そして辛口でどれも美味しいワインですからでしたね。なんかこうアメリカらしさとらしくないところが相まっててとてもいいなっていうふうに思いました。本当に撮れてなくてすみませんでした。だいぶ深海で飲んで酔っ払いになりました。まあ、次明日からまた、今日から緊急事態宣言になりますけれども、皆さん元気に過ごしてください。